フィニッシュライン通過できませんでしたが、この 1m クラス見事減点ゼロ、走行タイムが56秒40は現在15位、入賞圏内の第15位です。37番専修大学打者プロから長瀬奈々選手とフェアリーカルです。長瀬選手を乗りますこのフェアリーカレー、北海道の釧路セントラル牧場で生産されましたウエストファーレン種10歳のメスの馬、ウエストファーレン種のパンサーと、アングロアラブ種フェイトスターの3組、生産時にはフェアリーという名前で平成20年の北海道常用馬市場で取引されました馬。3区がおりますが、ドイツで生まれましたウエストファーレン種のパンサーは種はもうありません。さあ最終障害10番の垂直障害、これをクリアしました。走行タイムが50